やっほー、やっほー。今日は特別ショー、アンディとミヒと一緒にバーベキュー。おほほ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 。ハンバーグのパンのために作ったけど、ちょっと音がする。大丈夫か、ミヒ。今何してるん？頑張ってバーガーバンズをこねてるね。何？バーガーのパン。バーガーのパン、なんて言うの日本語で。あと10分ぐらい、ミヒこれプルーフィングしてオーブンの中15分、20分ぐらい。あれで、何じゃこれ、ミヒ。バーガーバン、焼きたて。めっちゃいい匂いするで、みんな、やばい。ほんで、ちょっと切って持っていける。そしたら、バーガー、美味しいの食べれるで、みんな。うん、よっしゃ、今からハンバーグを作ります。まずは、この大きいボウルに卵を入れて、ちょっとかき混ぜて、潰しちゃって、そして、ここにいっぱいある。全部野菜。野菜って何？キャベツ？野菜。これは、玉ねぎ。ゴリラと玉ねぎのお話してるみんな。俺幼稚園の頃。知らねえよ。めっちゃ好きやってんけど、今日は時間ないから教えるんだ。何野菜？マヨネーズ。これくらい。右どれくらい？実はな、俺らお肉、普通 20%、 あ、そう 20% あるから、そんなにいらんわ。あらら、いっぱい入れちゃった。塩かしら。塩たっぷり。塩だ。だって俺は1キロのお肉あるで、アンディ。味せえへんで。そしてグラウンドクーミン。グラウンドキューミン。キュウリじゃない。結構入れて、もう全部入れちゃった。ああ、やばいやばい。ちょっとワイルドやな、俺。ちょっとカエン、全部入れた感じで辛いから、アンディ。これくらいで十分。 そして最後に、最後のスパイスはパーシー。結構俺野菜好きやから。そう、パーシーも美味しく。このお肉はみんなあれやで、 20% の脂肪、ファットコンテント 20%。 もし 5% とか 10% とかやったら、すごいドライなバーガーになるから、そう、もっとマヨネーズが必要。そうそう。そして俺それ今から言うはずやっていくの。あ、マジで。アンディが忘れてないかと思った。どんなコンシステンシーに。ちょっとまだ怒ってる。うせやん、マジで。もう4時間ぐらい出てんのに。ほんまに、ほんまに、まあ、思いっきりほんまにペーストになるぐらいまでやっていいよ、アンディ。よっしゃ、肉団子完成。そしてこんな感じのテクスチャーになったらいい感じ。そしてこれをそのままグリルの上に。おっとっとっと。そしてナイフでピザみたいに切る。そう、ナイフとフォークで食べる。ナイフとフォークで食べる。ここに食パン1個乗せて。食パン1個。食パン1個乗せて。そう、それで俺ら今食パン作ってるから。そんな感じ。美味しそう。 OK。そして、まあ、今から冗談抜き、これを小さく、これを4つぐらいに。見た通り、バーガー全部丸めてぺちゃんこにして完成。これをグリルに乗せるだけ。いいじゃん、ちょうど8個、3人分。友達もいるから今日は。8割3は3人でバーガー8個。ミヒ計算できるって前言ってた。アンディがバーガー作ってた。数学は大丈夫やで。ミヒが8個って言ったから。アンディがバーガー作った。あー、爆笑や。One of the things that we learned today。 もうほとんど全部食べ終わったけど、バーガーのパンもなくなっちゃって半分しかないけど、バーガーがすごいジューシーで、結構玉ねぎが